皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。初心者はこれ引けシリーズ2曲目の動画でございまして、今回は福山雅治さんの桜坂を一緒に練習していこうかと思います。うわー、桜坂弾いちゃうぜーと言っても、まあこの動画を公開している時は4月の15日なのでね、ちょっとこの桜というには少し時期が過ぎてしまったかななんて感じも否めないんですけれども、まあね、すごい耳馴染みの良い曲ですし、皆様ご存知だと思いますし、なおかつギターで練習する時もすごいシンプルで練習しやすい曲なので、一緒にジャカジャカとこの曲を練習してギターを楽しんでいければと思います。一緒に楽しんでいきましょう。そして皆様に今回はグッドニュースでございます。朗報でございます。なんと初心者はこれ弾けシリーズ連動テキストが完成いたしました。うわーい。まあ前回の意図の時はね、そのテキスト用意しないから自分で書いてくれなんて話をしたんですけども、まあやるからにはもうとことんやろうと思って、テキストを作っちゃいました。概要欄の方から PDF がダウンロードできるようになっております。どなたも無料でダウンロードできて、なおかつ無料でそのまま印刷ができるようになっておりますので、ぜひこの動画シリーズを楽しんでいただくときは、印刷をして、お手元にテキストを用意して、それを見ながら練習していただけると良いかなと思います。すごい役立つ、テキストになっているのでね、ぜひこの動画見るときは必ず、お手元に印刷して用意していただいて、ご覧いただければという感じでございます。はい。そして、もう一つ、朗報。二つ目の朗報。この桜坂練習に入っていくんですが、一曲目のね、意図がね、そこそこできた時点でね、もう、この桜坂9割弾けてます。意図がある程度弾けた時点で、この桜坂、もうね、あなたはね、9割弾けてます。もうほぼほぼ弾けてます。なんでかっていうと、左手のコードをチラッと覚えて、2個かな ?2 個ぐらい覚えて、で、右手のストロークをね、プラッと、覚えてしまえば、もうこの桜坂弾けてしまうんですよ。なので、もう新しいことを覚える、なんかこの覚悟とか、そんな必要ないです。もうほぼほぼできてるんで、もう気楽に楽しんでいきましょう。そんな感じです。で、またこう桜坂、2本の動画に分けていきます。1本目のこの動画は、左手のコードを確認して、右手のストロークを確認して、で、2本目の動画はその全体の構成とか、その他の注意事項についてお話をさせていただこうかと思います。今日も一緒にギターを持っていただいて練習をしていきましょう。頑張るぜ!よし!それでは行きましょう!まず右手のストロークから練習をしていきます。右手から行くぜ。左手をね、このブラッシングの状態にしましょう。4本の指を使って軽く今度弦に触れて、下からね、下から弦に軽く触れた状態でブンとストロークをすると、まあこういうチャッという音が鳴ります。開放弦が鳴っちゃったりとか、弦を押さえてこんな音が鳴っちゃったりとかせずに、この音で、じゃあやってみてください。できますか？この音です。どういうふうに判断すればいいかというと、サスティーンっていう言い方をするんですけれども、サスティーンがあるかないかで判断をしていきましょう。サスティーン、何かと申しますと、日本語で言うと残響です。響きが残ると書いて残響。弾いた時にこのすぐに音が切れてるのが分かりますか？ペッって感じで。で、悪い例をやってみると、サスティーンがあるのが悪い例です。こんな感じ。これ弾いた後になんかこう余韻が残るじゃないですか。ウィーンって感じで。他にも、こういうのとか。こういうのちょっとサスティーンありますよね。ドゥーンって感じで。これサスティーンがある状態。これがブブー良くない状態です。サスティーンがない、この歯切れの良い、ツッと。この音を目指しましょう。それぞれの指をね、軽く弦に触れる状態が、ポイントでございます。ちょっとこの辺の細かい話はね、ちょっとまたおいおいやっていくんですけれども、とりあえず今のところ、気をつけていただきたいのは、4本指で全ての弦を軽く触った状態にして、押さえるんじゃないですよ。触った状態ですよ。触った状態にして、で、右手でストロークをペッとやった時に、チャッ、チャッとサスティのない状態を作れる。これをちょっと目指してやってみてください。で、左手、これをブラッシングの状態と言います。ブラッシング。なんかカッティングとかブラッシングとか言ったりとかするんですけども、ブラッシングの状態です、ブラッシング。今後ね、僕がそのね、じゃあ左手ブラッシングの状態にしてとかって言ったりとかすると思うんですけども、左手ミュートしてくださいとか言ったりすると思うんですけども、この状態でございます。これがブラッシングオンなんて言ったりするんですけど、ブラッシングの音、ブラッシングオン。こんな感じです。で、このブラッシングの状態にして、右手のストロークを練習していきます。桜坂の基本リズムはこれ。ちょっとやってみますね。1、2、3、
このリズムを今からあなたにやっていただきます。順番にいきましょう。まず最初にダウン一発スプーンときます。ダウン一発バンバン。でその後にダウンアップを入れます。ダウンダウンアップ、これは超簡単ですね。これが前半部分で、後半部分になるとちょっと大変。アップダウンアップします。後半はアップダウンアップ、アップダウンアップ、アップダウンアップ、これが後半部分です。ダウンダウンアップ、ダアップダウンアップ、トントトトコトコ、これをつなげます。タンタカカタカ、タンタカカタカ、タンタカカタカ、この説明で一瞬でできたあなたは天才です。この私の今のこのざっくりした説明でいきなりもうこのストロークができたらあなたは天才です。素晴らしい。まあ大体の方がね、んちょっと待てよ、んま、ってやってると思うんですよ。それでね正解、それがね普通です。全然がっかりしないでください。焦らないでください。今いいんですよ、できなくていいんですよ、できなくていいんです。そのできない状態からそのできる過程を楽しむ感じでね、一緒に練習していきましょう。コツはね、アップストロークがね続くところなんだ。1,2,1 といくじゃないですか。1,2,1、この後にダウンダウンアップといったらもう一回アップが来るんです。1,2,1と、ちょっと一緒にやってもらっていいですか。1,2,1 2,2,1 のイの部分を2,2,1アップすることが超大事。ダウン2,2,1 1,2,2 どうですか。1,2,2 なんかやっぱこうがこんがらがりますよね。ダウンなのかアップなのかどっちなのこれみたいな感じで、1,2,2 これです。1,2,2で、1,2,2まで行ったらダウンアップを入れましょう。1,2,2パッパ、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 どうでしょう。ゆっくりいきましょうか。1,2,2 パッパ、1,2,2 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 パッパ、こんなストロークです。ちょっとね、ある程度うまくできるまでここのところは何回も何回も繰り返して練習した方が良いと思います。このまず桜坂のストローク、1,2,2 パッパ、1,2,2 パッパ、そこから、何回も何回も繰り返しやってみてくださいませ。コードを押さえてもいいんですけども、まず右手の練習をするときはブラッシングの状態にしてひたすら繰り返して、練習をしていきます。これをひたすらやってみてください。でもね、このストロークができればね、9割5分、95% この曲弾けたって感じです。 95% この曲弾けたって感じです。もうほぼほぼ完成でございます。なぜならば本当もうね、糸に出てきたコードがね、もうほぼほぼそのままなんですよ。だからね、全然新しく覚える要素がね、全然ない。だから多分糸で、苦労した量が100だとしたら、多分桜坂で苦労する量は多分20ぐらいで済むと思います。楽しんでいきましょう。じゃあストロークができたとして、左手コードいきましょう。テキストを見ながらね、ちょっとこうバーッと練習していただきたいんですけれども、とりあえずイントロはすっ飛ばして、その次の C セクション、サビのところですね。そこからちょっと一緒にやってみましょうか。まず一小節目、G からスタートするんですけれども、今やった1,2,2パッパが1セットとして、それぞれコードを弾いていきます。G コードいきます。君を風に風に沿う。こんな感じ。新しいコードとしてはお気づきかと思うんですけども、 C コードでございます。 C コード、人差し指が2弦の1フレットで、その次中指が、4弦の2フレット。すごい、工事の音が半端ねえな。
今うちのお店の前、あ、いや、ちょっと待って、雑談しようとしちゃった。後にしましょう、雑談は。薬指は5弦の3フレットですね。で、6弦はミュート、バッテン、鳴らせないよという弦なので、コードを完成させたら5弦から鳴らしていきましょう。ブブブブブと。で、ストロークするときに、どうしたらいいんだって感じになると思うんですけども、とりあえずまあね、6弦を頑張って避けましょう。本当はね、もっとやり方、いい方法があるんだけども、それはまたね、おいおい、違う曲の練習してるときに、やっていきます。とりあえず今のところこのバッテンの弦を右手で避けるっていう方法でいきましょう。避ける。6弦をあんまり弾かないようにすると。無理じゃないってなるんですけども、大丈夫です。鳴ってもいいです。ダメだけど、鳴ったらダメだけど、でも鳴ってもいいです。どっち？ない方が嬉しいけど、鳴っちゃったら鳴っちゃったで仕方がない。そんな感じです。そう、鳴らしたくないけど鳴っちゃったら鳴っちゃったで仕方がない。そんな感じでいきましょう。こんな感じで、今やったように、サビのところやったように、コードを押さえたら今のテンテテでパッパをひたすら繰り返していくという感じでございます。もう一回ちょっとその C セクションのサビのところ行ってみましょうか。一緒に弾いていってみましょう。テキスト見ながら一緒に行きます。ワン、ツー、さっきみほずかばせやずやりすつけちゃうよ。こんな感じでございますよ。どうすか、どうすか、どうすか。もうなんか、もうすでにこの時点で、ああ、なるほどね、今回やらなければいけないことが大体見えたって感じになるかと思います。もうこんな感じ。もうテキスト見ながらね、そのままこのビャーって弾いていただければ、もうそのまま桜坂が完成するはずです。一箇所だけ、F メジャー7というコードが、その F メジャーセブンスが登場するんですが、ここはね、新しいコードが出てくるところかなという感じです。楽譜を見ていただいて、小文字の M はマイナーって呼ぶんですよ。で、大文字の M はメジャーって呼びます。大文字と小文字でね、意味が変わってくるんで、ここのところは要注意でございます。同じ M だから変わんないんじゃないのなんて思う方結構多いと思うんですけれども、コードネームにおいては小文字の M と大文字の M 全然意味が違うんで気をつけてください。大文字の M はメジャーと呼びます。だからね、こういうのは Em とかね、 Bm とかって言い方するんですけども、これに関しては F メジャー7、正式名称でいくとすると、F メジャーセブンスなんですけれども、あんまりセブンスまでね、言うことないかなって感じです。大体まあ F メジャーセブンとか、言い方をすることが多いんですけれども、正式名称は F メジャーセブンス。でも F メジャーセブンでも全然意味は通じるんで、どっちでも OK です。ただ皆さんがそのね、ギター上手くなって、そのギターの教則本とかね、書く、ターンがもしかしたら来るかもしれないんですけども、その時はね、執筆するときは F メジャーセブンスって書かないと、Amazon で口コミがそのね、こいつ雑魚みたいな感じで、低評価ついちゃうから、F メジャーセブンスが正式名称だってことは、覚えておくと、今後役に立つかもしれないんで、頭の片隅に置いといてください。F メジャーセブンスです。F メジャーセブンス。でも F メジャーセブンでも通じる。押さえ方、ペペン行きましょう。C コードとね、すごい似てるんですよ。人差し指がね、2弦の1フレットです、ここ。で、中指が4弦の2フレット。嘘中指が3弦の2フレット。で、薬指が4弦の3フレット。だから C コードと比べると、この中指、薬指が1個下がったって感じですよね。こんな感じ。すごい押さえ方が似ております。で、F メジャーセブンスに関しては、この5弦と6弦、太い方の2本を弾いてはいけない弦に指定されているので、頑張って弾かないようにしましょう。でも、なっちゃったらなっちゃったで仕方がない。こんな感じです。で、D セクションは、このまま、人差し指をそのまま置いておいて、C に行くので、人差し指が共通している指だから、そのまま薬指と中指を動かして、
そんな感じでございます。これがね、右手のストローク、そして左手のコードの全てでございます。どう、僕が最初に言ってた、糸が弾けた時点で9割弾けてるっていう意味が分かっていただけたかと思います。 F メジャーセブンスも C コードもね、そんなもんドヒャー難しい、こいつは大変だっていうコードではないと思うので、頑張って練習して体に馴染ませれば、うん、これはいけると思います。練習すればいけるはずだって思っていただけると思います。で、右手のストロークもね、ブラッシングの状態で何回も何回も繰り返してやっていけば、体に馴染むかと思いますので、ちょっと頑張って右手の練習をして、左手のコードを覚えて練習をしてみてください。とりあえず、テキストのコードを見ながらバーッと弾いていただければ桜坂完成するんですが、次の動画でね、そのそれぞれの構成について、そしてちょいと、練習する上での注意事項みたいな話をさせていただこうかなと思います。とりあえずそのままテキストを進めてピャッとやってみてください。余裕が出てきたら次の動画に進んでいって、一緒にギターを練習していきましょう。それではこの動画はここら辺で終わりにさせていただこうかと思います。本日も初心者ばこり弾けシリーズ2本目の桜坂1本目の動画が終了でございます。皆様お疲れ様でございました。それではこの後も頑張って練習を続けてください。また違うところでお会いいたしましょう。さようなら、滝沢でした。最後に、私、滝沢勝太、ツイッターなどをやっております。TAKIJAWA、滝沢なんていう名前でツイッターやっているんですけども、もしよければフォローしていただけると、僕はとっても嬉しいな、みたいな感じ。そこからリクエストとかご意見とか感想とかリプライとかコメントとかしていただけると、僕はとっても嬉しいなと思うので、お滝沢をちょっと喜ばしてやろうじゃねえかって思っていただけましたら、ぜひフォローして、リプライして、コメントしていただけますと幸いです。そして、ちょっくら皆様にお願い。テキスト用意しました。このテキスト、もう、どんどん好きに使ってください。で、周りの友達にギターを始めた人とか、ギターやりたいんだよねと思ってる人がいたら、ぜひこの動画を進めていただけると、私、嬉しい。そんな感じでございますので、ぜひ、ご協力よろしくお願いいたします。それでは、グッバイ。